お腹がすいたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。アミゴです。アミゴとのコラボ2回目になります。嬉しい。アミゴといえば無類の激辛好きということで、ここ、なんと中本さんです。蒙古タンメン中本さんで初めて撮影をさせていただくことになりました。はい、私の髪の毛がもうちょっとしっとり濡れていること皆さんお気づきかな。この汗の理由はですね、アミゴ TV の方を見ていただければと思うんですが、アミゴ動画設定禁止だから、気合いの まあ私も食べたんだけど、アミーゴやっぱ桁違いだから食べてるものが、ぜひそちらも見ていただきたいなというふうに思うのですが、やっぱりね、アミーゴ TV の方では私ちょっとおすまししてだいぶおすまししてました。はい、だいぶおすましした量しか食べてなかったので、私のチャンネルの方でがっつり私の大好きなメニューを食べていきたいなと思うんですが、アミーゴもなんかまだね、食べれるって言ってくれてるので、まだもう一杯いけるって思って、やった。じゃあ注文していきたいと思います。お願いします。はい、お待たせいたしました。来たー、ありがとうございます。600ラーメン、4人前でございます。ありがとうございます。ちょっと待って、嘘でしょ。すり鉢をちょっと特別に持ち込ませていただきまして、今日は何これ、見たことない。北極は 1.5 玉なので、4人前で6玉にしていただきました。とトッピングをお願いしておりましてですね、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、何これが本当に大好きで、じゃーん、背脂。アミーゴむせちゃう。背脂にむせる。ね、丼のようにね、これお茶碗じゃないからね、もう丼。丼に。あとバターです。すごいね、バターこの量、私さ、1ヶ月でもなくならないよ。はい、お待たせいたしました。はい。普通こうだよね。これがでも間違いないですか。はい、間違いないでございます。これ間違いですよ。これ間違い。絶対これ違いますよ、これ。お店のアイドルタイムでやらせていただいてるので、45分制限で食べさせていただきたいと思います。では、スタートしたいと思います。ポチッと。はい。よし。では、せーの。いただきまーす。入れてきます。どんどんどん。流し込む。あー、すごいなーこれ。紅白がいいんですよ、背脂と北極のね。では食べていきたいと思います。じゃあ45分以内に頑張ってください。はい、いただきます。わ、めっちゃいい匂い。ほとんど背脂。うん、おいしい。めっちゃおいしいです。あ、でも油断するとむせます。うまい。うん、蒙古タンメンうまい。でも背脂本当に美味しいんですよ、北極に背脂。ちょうど甘さが出るんですかね。そうなんですよ、そう、脂の甘さが。え、どうですか、蒙古タンメン普通の。私初めて辛くないの食べました。あ、ねえ。すごい美味しい。貴重な瞬間を。貴重な。ラーメンが美味しいからいくらでもね、辛くしてもね、美味しいんですよね。そうなんですよね、私、中本さんのタンメン好きなんですよ。ゼロ辛のやつ。普通の塩タンメン、はい、塩タンメンも好きなんですよ。うまっ。油が多くて全然冷めない。一回に行く量がね、多い。ね、多い。普通このぐらいなのにさ、10杯分ある。10杯分ぐらい。10杯分ぐらいあるから。ちょうど同じぐらいに終わるかもしれない。私の方が頑張んないと。その方が楽しいですよ。
アミゴ今お腹何パーぐらいですか？うん、65ぐらいかな。結構やばい。大丈夫かな。始まったばっか。うん、野菜も美味しい。美味しいですよね。うん、背脂北極ってメニューができてほしいぐらい背脂が好きなんですよ、うん、結構売り切れてることも多くて夜行くと、うん、私も背脂見ると売り切れになってるんですよ。なかなか貴重な、うん、うん、すごく伝わりづらいと思うんですけどびっくりするぐらい熱いです、うん、辛くて口がピリピリしてるのか熱くて口がピリピリしてるのか分かんなくなってます。やっぱ麺がめっちゃ多いですね。まだこんなある。え、アミーゴ TV で1年ぐらいやってこられて、うん、一番辛かったのは何ですか？結構あるんですよ。おそれこそ18禁のデンジャーやばかったし。食べたんですか？あれ食べました。訴えられないのかなと思うぐらい辛いですよね、うん、激辛大好きな私でもえ、やばこれってなってやっぱもう救急車だたになっちゃった人とかも多いみたいで、でもやっぱ美味しい激辛がやっぱ多いですよね。美味しい、やっぱそれが好きだなって。いや本当そうですよね、うん、このカプサイシンの奥にある美味しさを発見した時の喜びがいいんですよ、うん、そうなんですよ、まあ、そういう面で言うと本当に中本さんはこれはみんな中毒になる、中毒になりますよね。辛いものちょっと食べてみたいんだけど食べたことないんですっていうとか最初に絶対来たらいいのが中本さん、うん、うんですね、入り口ここだったら普通に好きになれる、うん、あ、そう、それ思います、うん、うん、うん、おいしい、おいしい。バターと背脂で一層できてるんですよ。もともとこうじゃなくてバターと背脂の溶け出した結果でしたね。だいたい私お店だと北極ジャンボ頼んで感じで頼みます。でももっと今日は大きいやつを念願かなって夢のまた夢ですね。これはレンゲがすごいちっちゃいの、うん、お玉で飲みたいぐらいですこのサイズにこのレンゲだとなんかティースプーンですくってるみたいに見える、うん、辛さは蓄積してないですか？まだ。でも北極はしないですね。北極の北極1倍は蓄積しなくて、うん、2倍ぐらいからだんだんこう溜まるようになってくるんで、そうするとやっぱ途中休憩しないと辛くて食べれなくなります。辛いものって休憩するんだ。辛いものって休憩するんだ。しますよ。でももうしませんか？休憩。休憩私はもうしないで一気に行けるところまで行って、うん、最後の最後はギブか最後まで行けるかみたいな感じで、うん、あ、胃のね容量がそんなにないから多分休憩した後もね満腹になっちゃって、確かに確かに、もう食べれなくなっちゃうんだよね。今私この量とアミゴ TV でももうちょっと北極食べてるんですけど、それよりも10倍はカプサイシン量多いはずなんですよ。カプサイシン量対決だったら負けるんじゃない？勝てるかも。10倍ぐらいに薄めないと私が食べられないから、同じ量の唐辛子を食べる対決をしたらいい感じになりそうじゃないですか。いい。でも次はじゃあスコビル対決で。北極は私辛い味噌ラーメンって感じです、本当に、うんうんうん、だからまだ味噌だなって感じがするんで、うん、10倍は味噌感じますか？感じます、感じます。味噌もニンニクもあのお肉のお出汁も、うん、いろんな旨味がいっぱい詰まってて、私はもう4倍からもう唐辛子しか検知できなくなったなりました。繊細なんだアミゴの舌は。お、お、麺はもうほぼ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 一口が大きいから、いやこれスープの方が大変なんじゃないですかね。ここからが一番見応えがあるかもしれないです。レードル持ってきましょうか。ありがとうございます。前代未聞ですよ。このぐらいがなんかこのセットで普通に見えるもんね。けど普通じゃないからね。全然。やっぱスープの方が辛い。スープだけ続けていくと、うん、そうですね。辛いと思います、これは。やっぱ普通のラーメンだったらもうバーっていけるんですけど、うんうん、1レードルごとにお腹の中でグッっていうのがこう。ドンドンドンって。
これだけで1人前ぐらいの具がある。 あと15分になりました。やばいやばい。あとスープだけなんだけど。ちょっと冷まそう。汗が滝のようにね。もう暑くてすごい。暑い。からアミゴ。胃がやっぱり。あ、すごい。お腹がすごい出てる。あとね、10分。あと10分です。あと10分。あ、でももう少しだ。もう少しだ。お。すごい。すごい。終わった。完食しました。すごい。かっこいい。お疲れ様でした。はい、ということで、はいはい、無事に食べ終わりました。すごかった。ありがとうございます。刺激的でした、本当に。でも私が食べたこの刺激的な量で、私はもう結構わーってなるんですけど、アミーゴはそれよりも本当にめちゃくちゃ辛いやつをアミーゴ TV で食べていらっしゃいまして、私は横でそれを見てたんですけど、私の普通の北極が味噌ラーメンに見えるよっていうアミーゴのチャンネル、本当辛いものが目白押しで、はい、ただ単に辛いもの食べてる変なやつなんでそんなことない我らのアイドルまた遊びに行かせてください、うん、また何か、そう、スコビル対決しましょう。スコビル対決しちゃいますか、本当に。それではお腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日はアミーゴとのコラボでモコタメ中本さんでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。